で、今回はですね、よさみ探訪ということで、まあ、実はですね、これ建物復元なんですね。まあ、ちょっとね、実際、つい最近まで残ってたのに、なんで壊してまた同じようなものを建てるんだっていう、違和感しか残らない建物なんですけど。まあ、中身はね、移転したりですね、アンテナを移築したりしてますけど、なんでそのまま残さないのかね。もう本当に疑問な建物です。まあ、近くに工場の中に当時の建物もあるみたいなんですけど、まあ、見学もできないということでね。写真もほとんど展示されてないっていう、ちょっとよくわからない。何のためにこれ作ったのっていう、正直建てます。で、まあ、電車のね、この野田新町駅ってところは行ったんですけど、もう荷物も預けられなければタクシーもいないし、もう本当になんかちょっと、大変でした。まあ、ここにね、あるんですけれども、まあ、車で行くと楽なのかな。外から見るとですね、まあ、ここの建物とね、鉄塔があるんですけれども。まあ、この鉄塔もね、だいぶ小さくされて1個だけ残ってるっていう、昔は6つぐらいあるんですかね。ここにね、まあ、一応、太陽無線通信所、通信発祥の地ってまあ、これもまあ、最近の建物なんで、ずっとこのまま行くんでしょうけども、特にね、入場料とかもかからずね。で、これがね、鉄塔をちっちゃくして残してるんですけれども、まあちょっと、もうちょっと残せなかったのかなっていうのは疑問に思いますね。まあなぜかというと、ここからね、潜水艦向けに新高山の漏れを送った場所でね、超短波っていうんですかね。あ、失礼しました。短波じゃなくて超波ですね。で、こういう機械はね、一応移築されて残ってますね。まあ、綺麗にされてるんですけれども、本来の場所であればね、よかったのは、まあ、間違いないです。まあ、ちょっとね、なぜこのような形になってしまったのかっていう不満が多くなってしまって申し訳ないんですけど。まあ、失われるよりかはね、こういう形でも残った方がよかった。まあ、こんな形でね、残ってはいますね。で、ここがね、元々のこうだったんだよっていう、まあ、レプリカとかもあってですね、まあ、8本ですね、この煙突か、ごめんなさい、鉄塔が。で、まあ、他にもね、美しいようなね、建物とかもあったんですけれども、それも壊してしまったということで。まあ、ちょっと、もったいない。まあ、一応こんな感じでね、当時の感じを出してます。ここもね、一応こんなものが残ってますね。で、外にね、繋がっていて、こういう風になって、外側もね、このようになっててね、一応関連するような形になってますね。で、まあ、この時もね、コロナなのか、ちょっと改装中なのか、で、レストランをやってなくてですね。まあ、このような、これ古い建物に見えるんですけれども、まあ、全くの新しい建物です。まあ、もうちょっと一回りは大きいようなね、送信所の美しい建物があったんですが、まあ、こんな形になって、今はフローラルプラザとかなってます。まあ、こういうことをね、まあ、しないで、ぜひね、そのままオリジナルのね、残す戦跡保存をね、してもらいたいと思います。で、ちょっと、あんまり私もね、魅力的に伝えられなかったので 以上としたいと思います。ありがとうございました。